2ヶ月連続でマイナスとなりました今日総務省が発表した5月の全国消費者物価指数は生鮮食品を除く総合指数が1年前に比べて0.2%下落の101.6でした新型コロナウイルスの影響による原油価格の下落などを背景に2ヶ月連続で1年前を下回りましたただエネルギーを除いた指数では0.4%上昇しています